保護者の方からある相談をいただきました。中学3年生の娘さんがいらっしゃるお母様からで、今月末に第一志望の高校の受験があるそうです。で、明らかに親から見てもプレッシャーを感じて、今にももう潰されそうな表情でいる娘のために何かをしてあげたい。けれど、自分が何かすることによって逆にプレッシャーになったりとか追い込んでしまうんではないかと。で、そういったことを考えていると、何もできずにいる、その歯がゆい思いがあるので、何かいいアドバイスはないでしょうかという、そんな相談をいただきました。なので、今回はね、私なりに、親ができること、この直前期だからこそできることっていうのをお伝えできたらなと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。改めましてどうも、アイチーです。今回はね、保護者の方からいただいた相談に答えていくんですけども、もともと塾講師をやっていた時も、保護者の方からこういったね、相談っていうのはいただいてました。で、その時によくお伝えしていたのは、こうやった方がいいですよっていうものよりも、どっちかというと NG な方ですよね。これはやらない方がいいですよって。例えば、過度にプレッシャーを与えたりとか、もう毎日もまだ勉強してないの早くやんなさいよみたいなことは、もう直前期はいいですよっていう言ってたりはするんですね。で、今回もそっちでお伝えしようかなとも思ったんですが、相談がね、こう娘のために何ができますかっていう方の相談だったので、これいいですよっていうのを、これ多分前にもどっかの動画で伝えてるとは思うんですが、内容がね、重複してしまうところはあるんですけども、そちらを伝えていけたらなと思ってます。で、それが何かっていうと、ぜひ、手紙を書いてあげてください。はい。で、これ手紙ですね、当時塾講師やってる時も保護者の方によく提案をしていて、実際ね、実行されてる方もすごく多かったんですが、タイミングが2つあります。2つで、これ今2月にね、頭に投稿してるので、本当もう直前期、もう明日受験ですっていう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、まず受験の2日前3日前ぐらいに渡すのがまず1つです。それを直前に見るかもしれないし、試験会場で読む子も実際います。持って行って、そこで見て励まされて頑張るみたいな。なので、本当の直前に渡すのが1個で、もう1個は、例えば今回であればあと2、3週間後にね、娘さんが本番迎えられるので、約1ヶ月前をめどのタイミングでも渡すといいです。やっぱり受験、先週のね、動画でも撮りましたけど、1ヶ月で十分変わります。で、この1ヶ月間どういったメンタルで過ごすかっていうところが、当日のね、本番、お子さんのメンタルというか、モチベーションとそのパフォーマンス力に関わってくるので、ちょっとこうね、受験本番から1ヶ月ぐらい前にも手紙を渡してあげるとですね、やっぱりこう子供はすごく安定するというか、頑張ろうって思うことができるんです。なので、少なくともこの2個のタイミングで渡すといいかなと。両方強制じゃないので、片方だけでももちろん構わないんですが、いいタイミングとしては本当の直前と、1ヶ月前ぐらいに渡すといいと個人的には思ってます。当時ですね、保護者の方からも、手紙書くんだったら直接励ました方が良くないですかって言われたことがあります。その通りです。はい。言葉っていうのは、やっぱり文字情報よりも顔を見て表情を含めて伝えた方が、伝えるパワーはあります。ですけど、子供たちはですね、当然こう多感な時期なので、もともとこう気持ちがどうしても波がある時期、プラス受験直前期って言って、さらにこう波が荒くなってる時期なんですね。浮き沈みがすごい激しい時なんです。で、人っていうのは、自分の受け取り手の気持ちがちゃんと安定している時と不安定な時によって、同じ言葉でも受け取り方が変わってしまいます。例えば、保護者の方が心を込めて本当に応援している気持ちを、安定している時だったら、ありがとうって、頑張るって思えるんですけど、不安定な時に受け取ってしまうと、なんかうるさいなとか、なんかもっと頑張れって言われてるんだな、頑張んなきゃ、でも無理だしっていう風に、温かい言葉が逆効果になっちゃうことがあるんですね。でも、それって、保護者の方がもうね、お子さんを見て、表情を見て、今だな、このタイミングならいけるっていうか、分かればもちろんいいです。手紙ではなくて直接伝える形でもいいんですけど、そこって難しい時期だとも思うんです。で、手紙であれば、子供たちが自分のタイミングで読むことができます。で、しかも読み返し、何度も何度も繰り返し読むこともできますので、なので、個人的には直接言うのではなくて、手紙をこう渡すっていうのをお勧めさせてもらってます。
そして手紙の内容に関してなんですが、まあ、これは保護者の方が一番お子さんのことを分かってます。でもしこれよく言われてたんですけど、中学生の保護者の方とかにどんどん子供のことが分からなくなっていきますって。特にこう、まあ、反抗期だったり、まあ、すれ違いが多くなっていくので、小学校高学年ぐらいからだんだん自分の我が子が分からなくなるっていうのは、私今長男小3なんですけど、まだ仲良しなんで、こう意思疎通がねちゃんと取れる時期ですけど、でもちょっとずつ当時の保護者の方が言ってたのは、こういうことの延長なんだなって感じることが今増えてきました。まあ、息子も、まあ、自我がね当然芽生えてきて、こう自分のっていう部分がすごく強くなってきたんですよね。でこれがやっぱりいけば、もちろん自分の考えと全然違うことも出てくるし、相反することもいろいろ起こるんだろうなって。でそれがこうやっぱりこうなんだろう、積み重なっていくと、我が子がわからないっていう状況になるかなって、気持ちちょっと思ってるんです、最近は。ですけど、もともと塾講師をやってて、いろんなねこう自分の担当生徒に話を聞いてて、間違いないと思ってるのは、いや保護者の方が一番我が子のことをわかってます、わかんなくなってる気がしてもわかってます、そしてそれは子どもたちに届いてます。どんなに反抗的な態度を取ってる子でも、親の言葉、親のまあ言動ですね、行動も含めてはめちゃめちゃ見てますからね、よく見てます、そしてよく届いてます、プラスの言葉もマイナスの言葉も含めてですけど。なので、まあ、自信を持ってっていうのはちょっとね言葉がおこがましいかもしれないんですが、本当に素直に応援したいっていう気持ち、もしかしたら自分も不安で本当はいろいろしてあげたいんだけど何をしたらいいかがわからなくてとか、そういったのも込み込みでいいと思います。その全てこうなんだろう、洗い出してなんかねさらけ出してでいい、もういいと思います。もちろんそこのね、言葉の書き方っていうのは親御さんが自分の我が子に届けたい言葉っていうのを綴ったらいいとは思うんですけども、ただ、勉強頑張んなさいよとか、こうなんだ過度にこれ言われたらプレッシャーになるだろうなって思う言葉は避けていただければ十分かと思いますので、まあ、そこの点だけ含めて内容を考えてもらえたらいいかなと思います。そしてもう一個だけ、これどうしても守ってほしいルールがあって、手紙を渡すときは、まあ、直接渡すのでもいいんですけど、まあ、そっと本人の勉強机の前とか上とか、まあ、本人がなんかあって気づくようなタイミングの場所に置いといてあげるのがいいかなと思います。で、手紙を、まあ、受け取ったというか、本人が見たというかね、確認しただろうなと思った後に、親御さん側、親から絶対に手紙の話題を出さないでください。読んだとか絶対言っちゃダメです。はい、もう向こうから何かを言ってくるまではもうなかったことにしといてください。なので手紙を書いた時に、子供からもちろんリアクションがあったら嬉しいですよね。ママ手紙ありがとうなんて言われたらすごく嬉しいと思います。でもそれは期待しちゃダメです。その返事っていうのがもしかしたら5年後10年後になるかもしれないです。子供たちもなかなか素直に表現できない時期なので、もしかしたら成人した後に、あの時もらった手紙めっちゃ嬉しかったんだよねっていうのが後々帰ってくるかもしれない。でもそれでもいいじゃないですか。親として我が子を応援したいっていう気持ちをもう一方通行で綴ったものなので、もう本人が受け取ってくれたらそれでハッピーですっていう気持ちでいてほしいんです。なので自分からは確認しない、確認してしまうと催促してるのと同じになってしまうので、手紙の内容が効果が薄れます。子供からするとなんか読もうかなと思ったものもいいやってなりかねないので、なので親からは確認しないっていうのはぜひ守っていただければ嬉しいです。はい、ということでここまでねご視聴いただきありがとうございました。いろいろね生意気なことも言ってしまったかもしれないんですが、まあ、一つの案として、これは絶対ってわけではないんですけども、自分がいろんな生徒を見てきた中ですごく子供の心に届いていた、その受験直前、我々がどんなに励ましても親御さんの手紙には勝てないなって思うこといっぱいあったので、なので、まあ、この動画見ていただいて、ちょっといいかもなって思った方はぜひもうね受験直前になっているので、早めに書いていただいて渡していただけたら嬉しく思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。